そろそろ話す気になったか。何のことだ。決まっている。通告もなくリオニス領に足を踏み入れた。その理由だ。確かにそうだな。話しておくべきか。我らはフェネス領へと馬車で向かう途中だった。フェネス領に。僕たちリオニスと敵対している国じゃないか。目的は？ムラガに突入。え、フェネスの王ムラガに。落胆するな。落胆なんて。なるほど。それでは我らが疑われるのも無理のない話であるな。しかしエルデ殿はわらわが嫁ぐことなど知らなかったであろう。ちょっと待って。ホルンからならば山を越えなくてはならないものの、そのままフェネス領へ入れるはずだ。いかにも。だが御者によれば、魔物どもを避けて進んだ結果、リオニス領を横切る形になったという。ちょうどそこを賊に狙われたってこと。出来すぎじゃないか。我らは嘘などついておらぬ。敵が来るぞ。父上、味方に大きな被害が出る前に撤退すべきだと思います。わらわは反対だ。どうして。わらわは弱い男には興味がない。え？モントよ、どうやらお前はマシュリー殿に気に入られたようだぞ。マシュリー様。強さを見せてみよ。わらわの心を動かすほどの。